皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回は力こぶの筋肉ですね、上腕二頭筋を大きくする種目3種目ご紹介していきたいと思います。上腕二頭筋の種目というとね、バーベルのアームカールとかダンベルカールなんかを思い浮かべる方が多いと思います。で、実際にジムでね、バーベルカール、ダンベルカール一生懸命やってる方も多いと思うんですけども、実はバーベルカールとかダンベルカールって結構難しくて、うまく上腕二頭筋に効かせるにはちょっとコツがいるんですね。また別の動画でね、そのコツは解説しようと思うんですけども、今回はもうちょっと簡単に上腕二頭筋にしっかり刺激を与えることができる、私がおすすめしている種目を3種目ご紹介しようかなと思います。効率よく上腕二頭筋に効かせるコツなんですけども、肩の力を使わないということと反動を使わない、この2つを意識していただくのが重要になってきます。腕のトレーニングなのに肩の筋肉ってどういうことだって思う方いらっしゃるかと思うんですけども、実は上腕二頭筋というのは、まあ、メインはね、この肘を曲げる肘関節の屈曲という動きなんですけども、実は上腕二頭筋って肩の関節もまたいでついているので、肘をね上げる屈曲という動作も持っています。なのでこう肘もねぐーっと巻き込んで上げていけば上腕二頭筋効率よく使われるだろうと思って、思いっきりね肘ごとね煽るような感じでね、肘も動かしてバーベルカールやってるような方たまに見かけるんですけども、このね腕を前から上げていく動き、肩関節の屈曲という動きは肩の筋肉、三角筋の全部がメインで使われる筋肉なので、カール系の種目で肘が大きく動いてしまうと、それは上腕二頭筋の力を最大限に使うわけではなくて、実は上腕二頭筋から三角筋の全部、肩の筋肉に刺激が逃げていくことになってしまいます。なのでこの肘の動きをなるべく抑えてあげて、肩の筋肉の力を使わないようにしてあげるというのが上腕二頭筋をね、うまく大きくしていくコツになります。じゃあそのポイントを押さえて簡単にできる種目は何かというと、まず1種目目おすすめなのがインクラインカールですね。インクラインカールの場合はインクラインベンチに仰向けに寝ていただいてですね、ダンベルの重力で腕が体よりも後ろに行きます。この姿勢になると三角筋全部がストレッチされるので力が発揮しづらくなるんですね。なのでそこでしっかり肘を動かさずにカールするだけで上腕二頭筋に効いてくれるということですね。重力でダラーンと下がったところからそのまま肘から先を曲げるだけなので、その肘の位置をキープするっていうのもバーベルカールですとかダンベルカールに比べて簡単になってきますので、すごいおすすめです。またこのインクラインカールというのはストレッチ種目といいまして、上腕二頭筋がぐーっと引き伸ばされるところで強い負荷がかかる種目になります。こういったストレッチ種目というのは筋肥大効果が高いというふうに言われてますので、筋肉痛もね出やすい種目なんで、翌日ね筋肉痛来るかもしれませんけども、ぜひぜひねやったことのない方はチャレンジしてみてください。そして2つ目なんですけども、今度はコンセントレーションカールおすすめしたいなと思います。コンセントレーションカール、こういう姿勢でやるのでインクラインカールとは逆に、今度は肩の三角筋全部が完全に緩むんですね。完全に緩み切ったところで力を出すってかなり難しいので、このコンセントレーションカールも上腕二頭筋に集中して負荷をかけやすい種目でもあります。しっかりね肘の位置をね固定しやすい、そういう種目の場合はバーベルカールですとかダンベルカールに比べて上腕二頭筋に刺激を入れやすいので、この2種目試していただけるといいと思います。そして最後3種目目なんですけども、これは上腕二頭筋というよりはどちらかというと前腕の種目になってくるんですけども、ハンマーカールですね。ハンマーカールで鍛えられる上腕筋という筋肉があるんですが、この上腕筋という筋肉は前腕この辺りからですね、この辺、この上腕二頭筋と上腕三頭筋の間のところについているので、この上腕筋が大きくなると下からですね上腕二頭筋をぐっと押し上げてくれて、上腕二頭筋が太く見える、腕が太く見えやすくなる
ということがありますので、上腕二頭筋だけでなくてハンマーカールで前腕ですとか上腕筋といった筋肉もしっかり鍛えてあげると、より効率よくですね、腕を太くしていくことができる、上腕二頭筋が大きくなったように見せることができますので、一緒にねトレーニングしていただくのをお勧めしています。今回は上腕二頭筋を効率よく大きくしていく種目3種目ご紹介させていただきました。インクラインカールとコンセントレーションカールは細かいことを考えなくても上腕二頭筋に効きやすい種目でありますし、ハンマーカールは下からね上腕二頭筋を押し上げてくれる上腕筋という筋肉を効率よく鍛えることができるので、この3種目やり込んでいただくと、なかなかねバーベルカールとかダンベルカールでは腕が大きくならなかったという方により、ね、効率よく太い腕を作るこう助けになるんじゃないかなと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。他にもですね、この筋肉を鍛える種目を教えてほしいということがありましたらコメントよろしくお願いします。この動画が参考になったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。